皆さん、はじめましての方も多いと思うんですけども、緑の党、グリーンズジャパンの共同代表、実は4人いるんですけどもね、代表がね、うちは。そのうちの1人の高坂勝と申します。ぜひ交差点でお待ちの方々やお買い物している方々もぜひ聞いてください。ちなみにですね、今日どうですか？赤白なんかいいコーディネートじゃないですか？テレビで見てる方ね、あテレビ撮影されてる方ちゃんと打ち合わせしたんですよね。っていう感じでですね、宇都宮さんを絶対にこの赤白のめでたい方向に持っていきたいと思いまして、そして安倍政権、それから他の他者をですね、こちら黒白のなんつったらいいかな白黒つけて、彼らを追い込んでいきたいと思っています。皆さん宇都宮さんご存知ですよね。ここに集まられている方は当然だと思うんですけども、本当に力強く弱者弱い立場の人たちを守ってきた方です。救ってきた方です。サラ金闇金を告発し、そして都市越し派遣村、こういったものも起こし、とにかく今困っている人の視点で政治じゃない社会を変えてきた人たちです。ここで銀座でお買い物している方々はかなり余裕があるかもしれません。しかし今安倍政権が進めている政策は格差を作ることです。ちょっと景気が上向いている、そんな風に勘違いしているかもしれません。しかし実はほんの一部の人たちが儲かる、大企業だけが儲かる、グローバル企業だけが儲かるシステムを今の政治は作ろうとしています。一方でほとんどの人たちはブラック企業で働かされている人たち、派遣労働の人たちもそのようにどんどん追い込まれていく。また勝ち組と言われている、例えば大企業で勤めている人たちもその貧しい暮らしに転落しないようにということで、なおさらストレスを抱えながら暮らさなきゃいけない、働かなきゃいけない。そこから私たち宇都宮さんを支えながら東京から変えていかなきゃいけない最大のチャンスなんですね。宇都宮さんのこの実績と経験が絶対政治を変えられます。緑の党では民主主義、参加民主主義というものを訴えています。宇都宮さんも、都知事になられたら必ず市民の方々と年間100回も交流会を開くと言っています。参加民主主義、偉い人が社会を変えていく時代は終わったんです。橋本や安倍や石破や、そういった強い言葉を言う人、しかし彼らは実は弱い人なんです。本当に強い人たちはそんなきつい言葉を言うんじゃなくて、弱者に寄り添う人です。宇都宮さんのようなこういう弱い人たちに寄り添って生きる社会を作っていくことが大切なんです。宇都宮さんのチラシをぜひ交差点の皆様取ってください。ぜひ取ってくださいね。銀座の方々、東京の住まいじゃない方でも取ってください。見てください。仕事と暮らしの安心を創造すると言っています。安倍政権は企業が一番活躍しやすい日本を作ると言っています。それは言葉を変えれば労働者がますます厳しく働かされる、そういう社会を作るということです。それに対して宇都宮さんが訴えているのは一番働きやすい東京を作る。例えばフリーターの方も4割を超えようとしている非正規の方々も、それが例えば母子家庭は半分の人たちが年収200万円という中で暮らしているんです。そういった方々がちゃんと安心して自信を持って持続可能性を持って働ける、そういった社会を、働き方を、暮らしを東京から作っていく、新自由主義で格差を作っていくような、そんな社会にもう東京からさよならしましょうよ。そして原発、柏崎原発を動かそうとしている東電、政府、こんなもの誰が考えたっておかしいわけです。世論調査でも6割7割の人たちはもう原発はいらない言っている。舛添氏はなんだかあやふやなことを言っています。他の方々はなんだかよくわからない。しかし一番最初に立候補を表明した宇都宮さんは
明確に原発ゼロを言っています。そして去年の都知事選からもずっと言っていることです。このブレなさ、このブレなさを信じて宇都宮さんにぜひ都知事になってもらいましょう。緑の党は共産党さんと社民党さんの末席で推薦させていただいてます。まだ議席がない政党ですけども、こうして私たちも宇都宮さんは大切にしてくれる弱い者に寄り添う社会、原発のない社会、過度の競争ではなくて共生、共に生きていける社会、仕事を分かち合っていける社会、そしてゆとりのある社会、安心の社会を作るのは宇都宮さんだけです。ぜひ宇都宮さんを応援してください。よろしくお願いします。交差点の皆さんもぜひ宇都宮さん名前を覚えていってください。 NHK のプロフェッショナルで写ったとても心強い弱者に寄り添う弁護士さんです。ぜひぜひお買い物している方々も応援よろしくお願いします。緑の党グリーンジャパン共同代表の高坂正恵でした。ありがとうございました。宇都宮さん頑張ってください。はい。